私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。長野自身も転機になる作品になったと話している。映画、私の壊れたマリコは長野が行くの転機となった。彼女を支えた親友の存在とは？この映画は漫画家平子明氏による同名漫画が原作。ブラック企業に勤める C の友よ、長野が自ら命を絶った親友いかがわまりこ、なおの魂を救うために毒親から遺骨を強奪して旅に出るロードムービー。9月30日の公開後、リピーターが続出しているという。女優長野凱久が都内で行われた主演映画マイブロークマリコの大ヒットお礼舞台挨拶に出席。女優として転機となった作品の魅力について語っている。二人は2018年の NHK 朝ドラ半分、青い。で長野がヒロインのゆいあれあい役。なおは幼馴染の北原那世役を演じて意気投合。いつしか共演を夢見ていたが、くしくも、マイブロークマリコで共演が叶った。映画の公開舞台挨拶で二人一緒に登壇した際は絶対に見てほしいと思う作品ができたことを誇りに思いますと話し、なおと見つめ合い涙をこらえる場面もありました。二人にとってもこの作品は忘れられない作品になりそうです。この役を演じるために長野は、撮影の11ヶ月前からドクターマーチン、靴を履き鳴らし、4ヶ月前からタバコを吸う練習を始めた。裸足で荒々しく走り、タバコを吸い、マリコを亡くした悲しみや、目まぐるしく変わる感情を全部さらけ出し、泣き叫ぶ長野の演技に胸打たれた観客が続出しているという。特に包丁を振り回しマリコの遺骨を強奪。2階の窓から飛び降り、11月の川に転がり落ちるシーンは圧巻。長野自身も転機になる作品になったと話している。今作の成功には、マリコ役を演じた奈緒の存在も欠かせない。プライベートでも親友だという二人。クランクイン前に長野は奈緒の家を訪ね、マイブロークマリコを一緒に乗り越えよう。やっぱりシーノとマリコの世界は二人だけの世界だから、私たちだったら絶対作れるという話をして、新たな決意ができた。なおちゃんと話せたことで不安が安心に変わりました、と話したという。今後も若い女優二人が切磋琢磨して成長してゆく姿を見続けていきたいものだ。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。